まあこんなところでお会いするなんて嬉しいな、ダフン。いや、家隣だからね。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月13日土曜日の午後4時35分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日から悩んだクロスワードパズルの答えがやっと分かってすっきりしました。てかね、お知らせない時多すぎん。あ、私ったら個人的な話をしてしまってすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。てかね、キャンパーを教えてくれるんやったらさ、普通に訪問者も教えてほしいんやけど、あ、雨降りよる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てかあれよね、この他の住人たちと同じようにさ、主人公も自然にカッパとか着せてくれんかな。雨の日。シャンティ、アイナさんこんにちは。あてもなく外を散歩してたらあなたの顔が思い浮かんだのよね。それでいい機会だと思ってメッセージカードを出すことにしたの。特別な意味なんてないんだけど、第6巻を大事にしてみたわ。たまにはね、シャンティ。第6巻ありそう、シャンティなら。ルーシー、アイナさん聞いてくださいよ。真面目すぎる自分を変えるために最近努力を始めたんです。ラフな言葉遣いを勉強して手帳にメモしてみたり、目分量で料理してみたり、日々真面目に頑張。あら、どこまでも真面目なルーシーより。ちょっと私のラフさを分けてあげるよ。あ、これ捕まえたんや、私サソリ。めっちゃびっくりしたけど急に出てきた。やっとね、やっとこさ、ちょっとサソリが捕まえれたので、ちょっと寄贈してこようかと。何眺めてるの。まあこんなところでお会いするなんて嬉しいな、ダフン。いや、家隣だからね。世間話でも人の話をよく聞くのが大切だって本に書いてあったので、話しかけてくださるの大歓迎です、ダフン。めちゃくちゃ話しかけるよ。おお、トタケキおるやん。ルーシーだけ観客。まあこんなところでお会いするなんて嬉しいな、ヒョ。あれなんやね、屋外でもトタケケはカッパとか着ないのね。アイナさん、今日どんな風にお過ごしなんでしょうか。すごく興味があります、ヒョ。てかね、ここに座っとる子たちにはね、ちゃんとトタケケの話をしてほしいなと思うんやけど。よっ、お出かけ帰ったってね。おしゃべりしよう。子供の今日はこれからだよね。あんたもそう思うだろ、だってね。うん、まあそれはね。間もかわいいな。この格好。おっす、やってるか、中から。世間話でも。アイナ島の平和はオイラに任せとけ。毎日パトロールしてるからな、中から。思うんやけどさ、動物たちってね、カッパ着とっても、カッパの、なんていう、フードはかぶらんよね。どうせ着るんならさ、普通に帽子かぶるんじゃなくって、フードをかぶっていただきたいんやけど。てかね、夏になったら、カブトムシとかがさ、このヤシの木のところに出るはずなんだけども、ただ一回も出たことないよね、動画外でも。何かしら本数とか関係あります？ヤシの木に出るんよね。違ったっけ。それとも、季節がまだ？もうじゃないっけ。あ、あったあった。メッセージボトル。よその島の誰かさんへ。昨日の夜 DIY のプロになる夢を見たんだけど、その夢の中で作ってたのがこのレシピなんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。作ったらいつか見てみたいな。工作上手なはじめより。はじめってカバーかな。積まれた本持ってるわ。あ、持ってなかった私。積まれた本持ってなかったのかな。持ってたような気がした、気のせい。びっくりした、どこが積まれた本なんかと思った。ゴールデンアーマーシューズ。あ、これは、何やったっけ？多分誰かの家で教えてもらったレシピかな？積まれた本あったと思ってんけどな。気のせいか。気のせいか。うん、ないね、全然。よし。あ、なんかね、また、この2階が増えたんやけど、この窓の部分ね。2階ができたんだけども、2階ができたことによって、今度は何やっけ、
壁の外壁とか、あとポストの位置を変えられるようになったらしくって、おシャンティ、あらやらさん、声ピッくれて嬉しいわ。だってば話しに来たよ。やりたいこととやらなきゃいけないこと、どっちも丁寧にこなしていかなきゃね。だってばこれでいろいろとね、また外側が変えられるようになったけん、ちょっと見てみようかなと。何も落ちてないかな。ないね。よっ、たぬきち。ギター？本に載っとったの。アイナさん、どうもどうも。こちら建築相談カウンターだもん。どういったご用件だもん。マイホームの相談。マイホームについての相談だもんね。どういった相談だもん。リフォームしたい。お家の外観リフォームは1回につき5000ベルでお受けしてるだろうも。今日工事のオーダーを受けたら明日の朝には完成するけど、いかがするだろうも。お願いします。じゃあデザインカタログを見せるから、好きなパーツを組み合わせて新しいお家のデザインを選んでね。ってことで、まずは、あ、そっか、ちゃんとこういう風に見せてくれるんか。なんか周りにこういう崖とかあるの結構ね、森の中の、あ、だいぶ増えとる。森の中の家みたいでいいよね。ちょ、待って、これさ、前ピンクこれやったけど、これもうちょっと薄いんじゃない？え、そんなことないかな。これ、でもこれもこう見たらちゃんとピンクな気がするんやけどなぁ。あ、ほら、だいぶ薄い。ピンクな洋瓦の屋根。でもどうやろう。あー、まあ、どっちも瓦か。洋瓦。え、なんかこっちの方が色可愛くない？でも見え方が微妙に違うような気がするけんね。壁。今がよくある壁。ピンクのよく、あ、かわいいかわいい、グレーなよくある壁。これはこれで良き。待って、ピンク。オレンジ。茶色。あ、かわいいなぁ。はは、かわいいなんかいろいろとかわいい。お、なんかだいぶ、あ、これ入り口のところも変わった？あ、変わったね。階段の部分が。ほら。漆喰塗り。でもこの中で行くとしたら、やっぱピンクのよくある壁？ドア。ピンクすぎるね。赤とかにして、いや、これはちょっと違うな。窓付き。白。白もなんか違うな。え、どれぐらいの感じがいいんだ？この白やったらあれかな。いろいろと。あ、この辺は？こっちかな。あはは、かわいいような気が。白の方がいいかな。なんかめっちゃいろいろと。増えたけん。え、すごいね。めっちゃ増えたね。ピンクリッチ。いや、これは違うね。これは違うね。ちょ、さっきのやつにしようっと。あ、この辺、この辺。白いアイアングリルなどは。ポストは？あ、ポストも形。これが最初のね、素朴。で、白い大きな。あ、上に行くんか、これは。ほうほうほう。どっちがいい？もうなんか、このポストが一番いいかな、普通に。どうなんやろ。あ、でもこっちか？ちょ、待って、もう一回。これはこれでありにゃな気がするけど、普通にしとこ。じゃ、これで、だいぶ変わった？オッケー。とりあえず、屋根の色が、ちゃんと薄いピンクになってくれるかどうか。そういうデザインにしたいんだろうね。じゃあ、リフォーム費用として、5000ベル頂戴します。あ、あれなんや、一個一個5000ベルじゃなくって、全部一気に5000ベルなんや。めっちゃ安いやん、やば。毎度ありーだらも。明日の朝には完成してるから、楽しみに待っててね。了解です。え、めっちゃ嬉しい。超ピンクな家になったわ。いいね、いいね。おし。それじゃあ、ちょっと。今日はどんな商品が。
どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。あ、これよくない？ね、そちらの商品はスタンドミキサーでございます。まーす。お値段は1400ペリとなっておりますが、いかがでしょうか？なんかこういうね、パステルチックな色のめっちゃいいなって思う。え、あとコキもこれ。ね。そちらの商品はコードレス電話でございます。まーす。これもピンクいいな。私今ね、家にコードレス電話置いとんやけど、黒とかグレーとかそういう、めっちゃね、地味な感じやった気がするんよ。ってことでちょっと設置するわ。ありがとうございました。マスター。なんか子供部屋にね、コードレス電話を置いてるんだけども、ちょっと地味な色だったから、これと置き換える。まだ2階を何の部屋にしようかなって思うよね。ほらあれ。この部屋にはやっぱりね、もうちょい派手めなものを置いた方がいいと思うんだ。ってことでちょっと一旦これ回収して、これか。イエーイ、良きだね。良きだね。うんうん。ね、この木馬さ、めっちゃ気に入っとんやけどわかる？あのね、普通の木の木馬？あの素朴なやつやったんやけど、それをね、リメイクしてポップにしたらめっちゃ可愛くなった。よき。レシピはね、もらった。部屋によって全然雰囲気違うな。そしてちょっとね、さっき、ツンドラさんが家におってるような気がするけん。何やってんだ？バラの観察？お家を訪問しましょう。お邪魔します。ツンドラさんちみたいな色の組み合わせめっちゃ可愛いよね。なるほど、そこに作業台が来るのね。ごめんなさいね。今これを作るのに夢中だったの。何を作ってるか知りたい？なのだわ。何作ってるの？これはね、金の招き猫を作ってるところなの。いわゆる DIY ってやつね。なんでそんなの作ってんだ？何？お金が手に入るように。自分の思ったものが形になっていくのってすごく刺激的なんだから。そうだ。よかったらあなたも作ってみない？金の招き猫の作り方教えてあげるわよ、なのだわ。てかみんな結構金鉱石を持ってるんだね。いい返事ね。嬉しいわ。ここにレシピを書いたメモがあるから、それをあなたにあげるわね。ありがとう。とっても簡単だから、きっとあなたの材料さえあればすぐに作れちゃうはずよ、なのだわ。多分材料が揃ってたらみんな普通に作れるはず。ふんふん。金の招き猫のレシピを覚えた。ツンドラさんの家、おしゃれよね。でも、何？マトリオシカがすごい気になるんよね。あ、これこれ。金の招き猫。金鉱石2個もいるんや。そして普通の招き猫もいるんやね。招き猫がないです。招き猫のレシピがないです。なんか今回のさ、貝殻系の家具、あの夏の貝殻のやつの家具もさ、もう砂の床がなかったりね、もともとの素材がないんすけども。困るわー。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやなんか今回さ、めっちゃ全体的に家の外観変えたけん次が楽しみやね。でもすごい可愛くなりそうな気がする。